課金スタンドハイカラシティを見て回ろうかなと思います。なんかあれここ、こんなんだったっけ、この駅ってあったっけ。なんかこの辺からさ、バグでさ、こうやってやってたらさ、この草むらのここすり抜けてさ、外に出れるっていうバグあったよね。懐かしいな。ちょっとハイカラシティを見て回るわ。いかちゃん、入るだけ入ってみようか。私追加コンテンツ買ってないです。いや、俺も買わない予定だ、買わないというか、どちらかというと買えない予定だったんだけど、仕事頑張ったから買うかと思って。まあ、なくっても何も不便しないもんね、今回のこれに関しては。ここ縄バトラーいけるんだ、これ。トイレ、入っちゃいけないところに。入ってるな、入ってるやつな。ロッカーは開かない。いやー、まあ仕事頑張ったから、まあこれくらい買っていいかって。ナオバットだ。ここがイカッチャ。おお、こっちか。手振ってくれるかな。ずっと見てたら手振ってくれるよね。これなんだっけ？テンタクルスしか頭にないんだけど。手振ってくれるん。変わらず。そこは変わらずだな。2階上がれるのここだけだったんだっけ？こんなもんか。だからそんなに広くないんよな。ナオバトラフレンドとできるらしいですよ。そう、なんかロビーにも追加されてたね、項目が。あ、これもスプラ3仕様になってね、色合いが。ここスプラ1仕様でいいんだけどな、別に。色合い。蝶々が飛んでんのか。これは雑貨屋。え？これ雑貨屋？竜宮城、パルコ。パルコ、え、オフライン、あ、今つながってないの。竜宮城、なんかギリ竜宮城って書いてあるって言われれば書いてあるっぽく見えるのがすごいよな。え、一回ロビー行かないといけないってこと。お、いや、つながった。あ、え、あそこからサーモンなんだ。しれーっと入ったけど。出たところも、おやおや？これはおかしいんじゃないか。地下に降りるような感じになってたっけ、今。おかしいよね。この見た目で、ちょっと任天堂さん、ちょっと荒いんじゃないですかね、任天堂さん。これ入り口だもんね。明らかに、スプラ3の、荒いんじゃないですかね、任天堂さん、これは。これはちょっと、雑なんじゃないですかね。かっこ2回言う。あれ、ここ縄バトラーだ。で、これ、あ、てか、パルコのところは？ていうか、どういう状況なの？雑貨屋、端末になったの？雑貨屋さん。雑貨屋竜宮城。ここはだから、移動してないっていうこと？新しいやつかな。ネット通販。
サーモン入り口手抜きだろう。雑貨屋これ、これなんだ。ちょっと3000円払ってるから、そういう細かいとこちゃんとしてほしいかな。有料ならこいつ面接の時に揚げ物じゃないと、採用できないって言われて揚げ物になったようなこいつ。エビスシューズ味をついてし味をか。まあ売ってるもの自体は一緒らしいね。ここ雑貨屋、サーモン、あの確かにさ、ここの見た目はサーモンランっぽい感じになってるね。で、縄バトラー、こ靴屋さん、これ服屋さんか。あえて外から入りたいね。これ1の時こいつだったよな、多分。なんか懐かしいのか、なんか懐かしいって言ってて、そいつ1にいませんでしたよってなったらちょっと恥ずかしいよね。それ1にいませんでしたけどっていう。アジオじゃなかったもんね、アジオのところは。姉もこいつはおったよね。おかしらどうなんだ。クマのかわいい服装がでもちょっと違うもん。アネモさんで、今そこまで行った。じゃあ、ここおかしら堂、帽子屋さんやな。ここはカンブリアームズか。ロボムが置いてあるこいつらはいいよな。じゃ説明してくれるのか。なんかタヌキチだったっけ、あれのなんか、つぶきちと、あいつらと同じような位置づけだな、みたいな言われてたよね。なんか、カブトガニないよな。笠岡っていうところがあってさ、岡山の笠岡。そこカブトガニで有名なんよ。カブトガニって全国的に有名なのかな。こんなになんか、フューチャーしとるの珍しい気がする。集まりのですか。そうそう。で、なんか、なんか出てた画像がちょっと集まり意識してるような画像があったね。武吉とこの二人が写ってるやつが、あの、タヌキチと、あの、小さい二匹のタヌキが写ってる、その画像と、なんか明らかに意識してそうなやつがあった気がする。豆吉、つぶ吉です。ぶ吉の子供説やることはやっとんな。結構この子供バージョンみたいなん出すね。あのジャッジ君には子ジャッジ君がいたり、どういう関係性かよくわからんけど、ここで買うためにこれ交換する、あえてしてなかったからね。まあ言うことは一緒だな。間違えた。はずですもん。繰り返す。めちゃめちゃ買って、ふと客になろう。間違えた。
よし、で向かったか。で、このポストなんだっけ？投稿する。これ普通にね。はいはいはい。普通にね。ここ、封鎖されてる。このマンホール。こっからヒーローモード行ってたんだよな、確か。封鎖されとんだか。これはなんだ？あ、ここは入れないんか。一応ガラスがあるね。で、そこにあいつがいて、もうそんくらいかな。一応これで隅々まで見たかな。メガネかけてる。こいつってバンカラ街の あいつと全く一緒かな。そう、もともとこんな感じだったよね。メガネかけてなかったよな、多分。お絵かきか。ダウニまあここは一緒だね。ダウニー、こっちの見た目の方がいいな。このちょっとダークな感じの方が。まあ一応この今回のはこの感じで、まあこんだけだろう。こんだけなのと、あとあれよな、フェスの時にこっちはこっちでお祭り仕様になるんやな。ちょっとそれも楽しみなんだよな。戦う時どうなんだろう。あ、ここのアイコンも変わってるわ。細かいね。こういう細かいところがいいんよ。そういう細かさ大事よね。味をいい感じの顔の形やな。あ、ここ一緒。ここ一緒、ちょっと残念だな。まあ、しょうがないんかな。まあ、ワンの時にこのスペースなかったけどね。なかったけど、ここもちょっとワンっぽい色合いだけとかでもね、なんか、あ、別の場所なんだと思わせてほしいよね。あとなんか、あれあったよね。なんか音楽聴けるやつ。ロビー端末じゃないの？もうあんのかな？なんかどっかにさ、お金払って音楽、あ、これだ。あ、これ分けようかな。これちょっと分けるか。これなんだっけ？これの名称なんだろう。ジュークボックスでいいのかな。これ試し聞きだよね。いや、これちょっと、あれ、枠変えよう。